滝の裏にアイテムを置く仕事があるとして時給はどのくらいないと考えますか。これ何元ネタあるの？わかんない。あ、ないなんかこれラストにするか。お前やったらね、これラストにするか、うん、どういうこと滝の裏にアイテムを置く仕事。あの RPG とかでさ、うん、滝の裏行けてってことだよね。確かにあるね。誰かが置いてんだろってことでしょ、うん、したらその時給いくらってこと。これ真面目に考えてみるか。滝の裏アイテム、まずこれ、うん、光と闇どっちがやってるかっていうの結構大事だと思う。はいはいはい、そうだね。でしょ、うん、そうだね。闇が魔王なのか、取らせないとしてここなのか、なのか、うん、光側が、うん、見つからないようにして、そうそうそう、どっちだと思う、うん、それの設定によって変わるよ。なるほど。これはね、うん、やっぱり光側だと思います。光側ね、うん、そうすると闇側だったら処分するから。そうするとね、この時給って考え方言った時に、うん、光側だとしたら、うん、国営の仕事になるんですよ、これ。そうなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。だからお金じゃないですよ、ね、資格が必要で、はあ、ははあ、そうですね。だからあの宝箱置き師みたいな、はいはいはい、2級みたいな。なるほど。1級宝箱置き師みたいなのと、うん、ちょっとまあ高くなったりすると思うんだけど、うん、で裏だとした、裏っていうかその敵側だとしたら闇バイトなんですよ、うん、裏バイトなんですよ、これ闇バイトなんですよ。闇バイトですか。闇バイトなんですよ。だからこれでもこれに これでこれからもかもらがない。いやいや、でもこれでも闇側だったら、うん、どういう理由で滝の裏にアイテム置くんですか。バレないようにだろうな。見つかんないように埋めません。でも滝の裏って結構バレなくない、はい、滝の裏より普通に埋めた方が見つかんなくないですか。だからここは矛盾が出てくる、どうしても。いやいや、さっきの上ちゃんの滝の裏光説は、うん、そっちはなんかしっくりきますよ。国営、闇が来ないです。闇がしっくりきます。いやでもそれなんかそのお城のさ地下とかにさ隠した方がいいじゃん絶対。そしたら結局宝物庫とかに置いた方がいいじゃん。陥落した時に積むんじゃない、それが相手の手に回ったら。だから、うん、いやだったらもう一番強いやつが持ち歩けって話だよ。マジでその時一番強いやつ、そうだな、浜裕次郎みたいなやつが持ってるのが一番いい。持っときゃいいじゃん。うん、確かに確かに、うん、だからじゃあ国営だったらどんぐらいですか。モンスター出てくるわけじゃん、まあ、まあ、現じゃあ現地世界に置き換えていくと、国営で、国営でね、国営でちょ、じゃあ山奥、山奥で、うん、狼出ます。うん、で熊もちょいちょい、はい、熊もいる、うん、で逃げてもいいし戦ってもいいけど、はいはい、で置いてきてください、はいはい、で帰ってきてください、はい、あの月給いくらですか。月給、うん、そいつの月給、うん、円換算でいいですか。円換算、円換算、円換算ですね、うん、ちなみにしょっちゅう仕事があるわけじゃなくて、もちろんね、うん、もちろんね、3日働いてその週もお休みです。あと全部で翌週またもう3日働きます。ちょっとこう出かけるから、うーん、そう、3日間働く、移動準備、そうそう、うーん、よ、はいはい、3日働いて4日休み、はいはいはい、でも危険伴う、死ぬも全然ある、狼とか熊いるから。それはね、梅ちゃん、うん、月給じゃないっすね、やっぱりその成功報酬だと思いますわ俺。いやでも国営だよ。国営ですかね、うん、国家資格だよ、それは月給でしょ。俺パッと今の梅ちゃんの話聞いて思い浮かんだのは、うん、ゴルゴ13だったんですよ。仕事を請け負って、うん、そこを達成して、うん、じゃあいくら、これいくらぐらい持ってんだろうな。2級ね、2級、2級あ、そうか、1級も貴重さもあるもんな。その貴重さ、1級、1級、今は狼やグリズリーだったけど、うん、魔物、うよよ、やばいやつ、バストルームとか出てくるところに、うん、あるもんね、の、の方に、それ1級だもんね。それ1級、2級ね、2級なんで月給、あの月給ね、月給、2級、今、今日本、2級の月給ね、2級の月給、今の日本、今日本、それでもやっぱ命かけてるからな。まあ、でも基本死なない。言うて基本は死なない。たまーに死ぬ。ほんとたまに死ぬ。いや、たまーにがもう復活できねえんだから、うん、ドラクエと違う。まあそうだけど、ほんとたまに。だからその、狼とかは勝てるんだよ。まあまあ、猟銃もあるし、まあ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 、猟銃もあるし、うんうん、あの、なんか装備も整えてるし、鍛えてるしね。うん、だたまに、熊3頭とか同時に来られちゃうことも、ごくごくまれない、はい。モンスターハウス状態でしょ。ごくごくまれない。トルネコの。そう、はいはいはい、そのケース以外は大丈夫だから、そのまず死なない。まあ、なるほどなるほど。あ、そうか、まず死なない。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 はいはい。で、ちゃんとあの退職金出ます。その年取りすぎたらもう働けないから、危ないから。なるね。退職金結構手厚くて。なるほどね。うん。だから家族にはちゃんと出る。月給ですか？で月給。月給ですか？うん。
宝箱置きし、アイテム置きし。100? 結構いくね。死ぬからね。ボーナスなしで。100高くない？え、それ言ったら消防隊員だって、警察官だってあるんだぜ。ああ、そうか。いやけどな。100高くない？まあ確かに消防隊員なんかそうだよな。確実に危険なとこ行くわけだもんね。おう、全然ある。まあ軽い思いあるけどね。うん、うん、そうか、確かに。自衛隊とかさ。いや、そうなのか。100はあんた。そう。かなり高いと思うけど。高い？いや、いくつ？リアル？リアル。2級？ 2 級。結構なんか、量とかあんのよ。量？量とかに。お前ちょっと待って、後付けなんかしようとしてないか、今。いや、っていう、そのなんかいろいろ手厚い。国営だからね。っていうのはある。なるほど。いろんな手当てが。福利厚生が充実してるってことね。しっかりしてて、うん、あ、そうかそうか、その上でね。で、リスクもあって、体も鍛えなきゃいけない。そうそうだ、うん、なるほど。福利厚生があった上で、手取りにしよう、手取りにしよう。ボーナスなし？なし。総支給額。あ、総支給額。総支給額でいいや。手取りじゃなくていいや。32万。刻んだね。32万。そんなもんじゃね？今の日本だよ。いやでもさ、うん、安いかな。100さ、狼とか熊来るんだぜ、うん、それは 100だろ。でもだって別に撃っていいんだよ。発砲許可あるんだよ。だってそうだけどさ、ワンチャンもあるしさ、いろんなとこある。だってそれは今回あったけど、虫とかもあるわけでしょ。虫？虫とかもいるとこはあるわけでしょ。それは今あなたが言ったとこ寒そうなとこだったけど、熱帯雨林の虫がうようよみたいなとこもあるわけでしょ。やばい雲がポトンと落ちてきたみたいなのあるわけでしょ。そういうとこもあるわけでしょ。じゃあいくら？クレイジージャーニー的なとこあるでしょ。100はでもおかしいよね。100は上げすぎだよ。かな、上げすぎっていうか、だってちょっと待って、2級の人って、うん、資格保持者何人ぐらいいんの？それによるよ。なんか国でそれ何人ぐらいいるの？2級保持者、それ教えて。あのね、あんまりやりたがんないんだ、みんな。まず そうだよね、死ぬからね。うん、だ結構人手不足。はい。で何人？いやだけどね、都道府県数よりは多い。おうおう、全然多い。あ、でもまあ1000人はいるよ。いや、じゃあ安いよ。いや、じゃあ安いよ。じゃあ全然安い。1000人だったらそれはもう安いよ。だってぬるい仕事だって回ってくる可能性あるもん。1000人は多いか。多いと思う。1000人は多いよ。500人はねえ、もうほら500切ったりしないと。分かった、じゃあ500人決めましょう。 500でね、 500? で島根にはいない。でも鳥取にはいいんでしょ。鳥取はなんか最近できていた。最近一人。お前なんで山陰地方バカにすんだよ、お前。最近一人。うん、どこ。山陰地方もいいとこだよ。最近一人ね。ああ、そう、ね、うん、500? 500人。だって、まあ基本はか、あの、都心に集中してる。ああ、集中してるんだ。うん、ただ仕事の場合、派遣されるの？職場は結構その自然っていうか山だけどね。だから派遣される。派遣。で、そこに行く、その旅費っていうか、その交通費とか全部出て、うん、で、時給だよね。時給っていうか、その月給だよね。うん、まあ、それ、500人だったらいい線かな。まあ、100は絶対ないな、そしたらな。だろ？うん、100はないな。うん、50かな。あ、50はあげたいな、死ぬし。500人だろ？だって、その職業500人の仕事って結構少ないぜ、言うたって。まあ、確かに。うん、500人だったらそっか。そうよ。50はあげたいよ。うん、うん、だって多分ああいう原爆じゃないけど、原爆じゃない、あの原発、うん、原発で全部働いてらっしゃる方だって全部ひっくり目だって500いるのかな、分かんないけど。まあ、あれだってワンチャンね、なんか災害があったね、実際あったわけだからさ、うん、でも建築業界の方とかさ、ダムの工事とかってさ、やっぱり亡くなる方いるわけじゃない。うん、いやだからトンネル工事とか。いやだから命はね、やっぱ結構落とすよ、仕事は。すっげえ高いところでさ、電線とかやってるじゃん。タクシーの運転手だって死ぬ可能性あるよ。まあいる。バスの運転手だって。そうだ、確かにそうだ。そうだろ？確かにそうだ、確かにそんな安全な仕事。でも割合はそこ考えなきゃいけない。それを言い出したらだって、何でも結構あるさ。でもその事故率っていうのはやっぱそこに焦点はいかない。まあ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 。うん。そうなんだよな。ちょいちょい死ぬからな。死ぬ。だから山火事専門の消防士さんと、うん、
町と町でやる人とやっぱり違うと思うんだよ。山火事ってやばいから、やばいからね、やばいやばいやばい。俺その映画見たばっかだから、知識がそこで今ほやほやだからね、ちょっと言ったけど、そうやばいらしいよ。じゃあ舐めてるらしいよ一般人は山火事のこと。あ時給どれくらい、まあ、滝の裏、まあだからじゃあ時給どれくらいですか、2,3,000円。時給、時給、いやいやわかんないけど、いやいやいや、時給で言ってるから、時給か、月給で今表してるから、まあ1級2級あるにしろ一般的には3,000円。いやでもそんなもんじゃないの、3,000円だったら8時間、時給5,000円だとどんなもんなんだろうね。だって5,000円で8時間働いたら1日4万円、4万でしょ、で10日働け40万だよ。でもそんな毎日働くような仕事じゃないよな。うん、依頼受けて準備して、準備期間も一応働いてここにしたら、うんうんうん、まあまあ、だ15日働く感じ、書くじゃない、だいたい、そうだね、だいたいね、そうだね、15日、15日で8時間で、うんうん、で4,000円ぐらい、4,000円、支払32で32、じゃあ30、あと4,000円と40万ぐらいか。 OK、 じゃあこうしよう、こうしよう、60万に引き上げますで4,000円か、で15日はね、あ、5,000円か、うん、時給5,000円だろ、そうそう、15日だから、そう、時給5,000円です、早いね計算、そう、うん、そう、なるほど、8時間働いて4万でしょ、かける15、60万。体力に自信あったら結構。いやー、俺、もし、その、嫌だね。嫌よ、それは。嫌だよ。嫌だよ。悪くないよね。悪くないよね。だって、スキル上がってくわけじゃん。熊来たらパン、すぐパン。いや、あなた、そりゃそうか。いやいや、だあの、熊だけじゃないんでしょ、相手は。熊狼、熊狼が来てる中で蛇がシュルルってくる、このことあるの、まあ2級は熊狼まで、それ以上強いのは出てこない、ずる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 、いや2級はね、増えてきた増えてきた、じゃあ2級はよ、2級はね、ああまあそうね、うん、1級はもうダメ、もう1級はもうだって1級はあのシベリアトラとか出てくる、うん、そうね、うん、ドラクエの世界だから、まあ、それこそ、ね、そうボストローラー、カバとかも来るから、はいはいはい、うん、カバ1級はだからマジでマシンガンとかバズーカとか持って起きに行く感じだね。いやお前いい、うん、バズーカを持ち運ぶのマジ大変だから、じゃあマシンガンでいい、マシンガンか、うん、確かにマシンガンでも殺せるもんね、殺せる多分ね、玉切れ、殺せるよ、玉切れになった時どうする、怖いよ、玉切れ怖いよ、どうすんの、だから一級のは死ぬよ、一級は死ぬでしょ、一級のは死ぬ、一級は全然死ぬよ、一級はだって本当にだって逆に一級なんて全然少ないわけでしょ、でも何の大変だよ、何大変でしょ、うん、だから国に50人とかそんなもんでしょ、そう、もうスーパーエリートでしょ、スーパーエリートだよね、俺はもうまた別格、それはもうだってゴルゴだから、今なら身分明かしちゃいけない、そういうことね、CIA ってことだねただやっぱり死ぬ、なんで身分明かしちゃいけないか分かんないけど、行く場所がそうだね、やっぱり危険、日本じゃないよ、だって奥の、そりゃそうでしょ、うん、え、そりゃそうだよお前、日本なんてそんな高橋行くんだから、2級って日本限定、2級は基本国内の仕事、英語も喋れないし、ああじゃあ熱帯雨林地方に行ったりしないのね、ブラジルで行ったりしないの、2級、うん、行かない、行かない、なんだぬるいな、えそれ行って、行って追う、ぬる、行って追う、急になんか市役所の人間みたいな仕事になってきた、いや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 、でもクマ来るから、クマ狼来るよクマ狼来る、うん、あとそのちょっと待って、これ滝の裏にアイテムを置く仕事だよね、そうで、クマ狼が来るんだよね、まあでも滝じゃない、この場合は滝はほんのないから、ないからね、うん、まあなんか祠的なそのどっかとか、うんうん、狼の巣とか、巣とか、うん、巣ってなってこと結構やばい、じゃあじゃあ狼の巣の横とか、狼の巣から100メートルぐらいとか、あ、うん、あ、ああ、はいはい、うよいよいそうな、いやば、怖、うん、行きたくない、怖、うん、でも狼が火使えば体型、体型、狼がそこかしこにそれこそ30頭ぐらいいるところに、そんないねえだろ狼、そもそも今度だって今スッとだよ、いやだからスは横いるかもしれないよ、いやスは4、5匹だよ、だから火でも運が悪いとさ、うん、運が悪いと群生地になってることもあるんだよね、群生地って今でもいやちゃんとその国から連絡あって、いやそんな危なくないから大丈夫下調べもあり、いやそりゃそうだよ、なるほどね、国からそれはあそこ大丈夫だから、じゃあよっぽどじゃない限り知らないんだ、何屋さん行ってくださいみたいな感じで、今までその仕事で死んだ人何人、ねでも年2人年2人、え2級はね、年2人ペースで死んでる、2級はね年2人ペース、
結構死んでるね。でも、250分の1を超えて死んでる。いやいや、定年間近のやつが多い、やっぱり。ああ、鈍くなってるからね。そう。ああ、なるほどね。そう。若いのはね、なんだかんだで、やっぱ大丈夫。そうなの？なんか逆に経験値がある方が強そうだよな。いやー、でもやっぱり走ってもいざという時に、いざがきつい。いざがね、いざがきつい。なるほど。で、最初の頃は、駆け出しの頃は、その、ベテランと一緒に行けるから。もちろん、それはそうだよね。そうそう、いきなりベテランはないからね。そう。って考えると、まあまあ。ああ、それだったらちょっと、やっぱり60万上げすぎかな。あらちょっと。年にで死ぬけど、年に2人死ぬけど。いや、だってそれ年に2人死んでるけど、おっちょこちょいで死んでる可能性あるからね、これ。いやいや、でも、いや、でも訓練されてる兵士。いや、でもなんか話聞いたら結構手厚いしさ。まあ、それはそう。だから家族は安泰。事前情報とかもあるし。いや、家族は安泰。いやいやいや、その、福利厚生もあるけど、その、うん、旅自体も、うん、ここそんないねえから、とかってもう事前に分かってるっていう、もうその、モンスターハウス状態がないってことでしょ？まあ、基本的にはね。あ、でもそうか、ね、年にぐらいで、年に2人ぐらいの、うん。年に2人ぐらいはやっぱり、もう、うん、ね、うん、あ、行く。なるほどね、うん。ハードラックとダンスっちゃったやつが2人いて、そう。なるほど。そうそうそう。ダンスする可能性もあるってことね。そう。うん、60万でも多くない？もう俺は結構多いかなと思っちゃうんだよ、60でも。そっか、梅ちゃん何本だっけ？ 30 って言ったっけ？いや、まだ30は、そう、言い過ぎ。30は言い過ぎ。30は言い過ぎだよ。でも、厳しいって30。いや、退職金もりもりだからね。退職金もりもり。あ、退職金もりもりなんだ。もりもりよ。で、なんでその情報を 今明かすのそれ。もう言ってよ、だからさ、手厚いよって。で、あ、そうかそうか、福利厚生、で、そこも含めてね。死んだら、まあ、遺族に、そのもう、あれは。ああ、そうか。そりゃそうよ、そりゃそうよ。ああ、なるほどね。どこどこどこ。ちなみに、うん、福島原発、バーンって爆発して、あの時に、うん、作業員できなくなったじゃん。うん、あの時1ヶ月で50万かな、確か。で、募集された、ね。それより、どっちなんだろう、どっちが、どっだったらそれより被爆する可能性がだからね。それより低くない？だったらあの怖さでしょ？そうなんだよ。そうなんだよ。だから逆に言ったらそれは50万を安いと見るのか。どっちなんだろうな。でも何の資格もない人だからね。まあそれはそうなんだよ。これは一応資格必要だから。それはそうなんだよ。誰もが世界の誰もがやりたくない仕事を50万でやりませんかっていうことだ。まあそうだよ、ね。これはね専門2年。あ、そっか。あれがあるよね。2級は。そっか2級2年。2年の。うん、あれがないといけない、実地がないといけない。そう。じゃあ要するにもう骨格資格だもんね。うん、そう。あれ60万。結構上げるね。いや、それはそう。やっぱりね、一応ワンチャン死ぬ可能性があって、うん、一応その国家資格を通らないとそこにたどり着けないんであれば、うん、である程度それも誰もが通れるわけじゃないじゃん。うん、あの、まあね、国に500人しかいないわけだから、まあ、まあ、ある程度のさ、うん、このふるいはあるわけじゃない。うん、なら60万。あ、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあまあ。じゃあいい仕事で、ね、まあ死ななきゃ。死ななきゃね。退職金盛りだし。そう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 。うん。そう、うん、じゃない？ねえ。結構いい仕事だね。そうだね、うん。いい仕事だと思う。結構いい仕事だね。うん、俺ね、俺ら、うん、俺と梅ちゃん、うん、結構すごいと思った、今回。この質問で、こんだけ長く話せることないと思う。滝の村に入ってしかも結構楽しかったじゃん。まあまあまあ結構楽しかったよね。まだ なんなら結構まだできるから、ね。まあ、一級にも続いても喋れるから、ね。一級なんかもうすごいよね。でもなこの入っていやでも楽しそうだけどな最初のうちは最初のうちはね。楽しいかな。うん慣れてきたらきついと思うけど。うん、慣れてきたらきつい慣れてきたらきついかな。慣れてきたらきついと思う。それは退屈って意味で？いや怖い恐怖。一級は怖さがわかるから。1級はね、え、どういうこと？1級の話？ 1 級の話。今1級の話してる？最初が怖いけど、2級はどっちの話？2級は全然あのいい地方だと思う。知るけど、はい、はいはいはい。1級は本当に魔王の城みたいなところのとんでもねえところにアイテム置きに行けとかそういう話でしょ。1級はやばいですね。やばいよ、ね。国境そばとかに置くから。あの上からこうやって持ってるやつの目をかいくぐって やばっそれは梅ちゃんもうね月給じゃないそれはもう月給じゃない、うん、それは本当に成功報酬確かに時価だよ時価その時々で、ね、時価だね時価っていうかそれはでもあれだよ、うん、もうそれ委任っていうか、うん、それはもうやっぱり
もうフリーでしょ、フリーランスだよそんなやつは。確かに一級はそうだね。そう、それはそう。あ、確かに。でももし国営だとしたらスーパーエリートだよね、かっこいいよね。誰がそれやってるかは給料なんて代々、うん、その年その時のその時の総理大臣に引き継がれて。